今朝のインサイトはインサイトホークスデーということで、はい、まあ、ホークスほぼ一色でお送りしているわけですが、はい、この時間は昨日私がインタビューを取ってまいりました内川聖一選手のインタビューをお届けしようと思います。まあ、本当にいろんな意味で本音で喋ってくれていますので、うん、ぜひお聞きいただきたいと思います。キャンプも終盤ですけれどもどんな感じですか、調整具合は。まあ、怪我がないのでそこは一番いいと思ってますけど、まあ、結構自分の中でも追い込んだところもありましたんで、まあ、正直バテは来てますけど、まあ、試合中心になってくるとその自分のペースでやれるところがあるので、まあ、今からこう準備しながら開幕に迎えればいいかなと思ってます。今気づいたんですけど髪型落ち着きましたね。工藤監督と直接話す前にやっぱ新聞であれだけダメダメダメっていうのが出てたんで、ちょっとビビりました。これはちょっとまずいんじゃないかな、俺のことを言われてるんじゃないかなと思って、もう本当にパーマかけてもう茶髪もいいところだったんでオフの間は。で、まあ、自分の中でもオフだからいいわっていうその感覚とか、まあ、メディアに出ない間ぐらいこう自分がこうリラックスできる方法でと思ってたんですけども、まあ、あれだけこうダメダメダメって出てしまうとこれちょっとまずいなと思って慌てて前の日に髪切り来ましたけどね。髪似合ってましたけどね。僕もいいなと思ってたんですけどね。僕もなんかこう、まあ、もちろん野球やるときはねしっかり野球やらなきゃいけないと思ってますけど、普段の内川聖一っていうのはどういうものなのかっていうのを表現する意味ではねすごくいいと思ってたんですけど、まあ、監督の方から一社会人として、恥ずかしくない格好であったりだとか髪型ひげもしてくれっていうふうなことがありましたんで、恥ずかしくないという基準っていうのはねこれ各個人にこう任されてくる部分だと思いますんで、誰がギリギリのラインをこう探りながらやってくれるかなっていうのを今様子見てます。今そこはうちがやんなきゃいけないんじゃない、やっぱベテランっていうかやっぱキャリアのある人が。でも僕できないですよ。いやでも若い選手がこれぐらいどうかなこれぐらいどうかなってこうちょっと様子を見ながらやってくれるのが一番いい。で怒られるのも若いやつが怒られればいいんですよ。出た出た。なかなか姑息ですねやることが。ほらもうだって、まあ、僕もう15年やってましたからねプロ野球でね。でもう若手っていうところを出してきたんで、もうそろそろお前ら怒られるよくやれよと思って。プロ野球界を生き抜く術を全てね熟知されてますね。なんかこのもうずる賢いですよね。もう今宮どのくらいのパーマでいけるんやほらやってみろとかね。お前ちょっとその髪茶色くねえか。いやでも誰何も言われてないですもんね。おおそこまでいけるんかみたいな。じゃあ俺もやる。のこうみんなでこう探り合いながらやってますね。年末に。うん、目標はホームランを目指すって言ったじゃないですか。その目標をやっぱまだ今も継続してんですか。ね、正直あんまりなくなってきました。どういうことなんですかそれ。いやなくなってきたっていうのは、ね、やっぱこうだんだんこう実際に野球やり始めるとこう理想と現実とのギャップを感じることが多いんですやっぱり。オフの間やったことが自分の成果となってキャンプには俺ものすごいことになってんだろうなって思ってたものが、まあそういうこと人間ではなかなか起こらないものであって、やっぱ他のまあ柳田とか見た時にこう一発カーンっていった時のうわっていうあの感じっていうのはやっぱ勝たんなと思いますよね。やっぱその身の丈に合ったバッティングが必要だなと思います。自分の持ってるものの中でパフォーマンスを精一杯どうやって出すかっていうのを考えた時に、もしかしたら俺はホームラン王じゃないんじゃないかと。ちょっと守りに入ってんじゃないですか内川さん。そうそうそう、やっぱ人間守りも必要ですからね。いやいや、でもまあそのホームランテラスっていうのができた中でどんなもんなんだろうなってい こう興味は今思ってます。うん、ホームラン王いいですよね。やっぱ欲しいなって思うところと現実どうなんだろうなっていうところをこう行ったり来たりしてますけどね。まあ、ホークスを応援するためのこう CM みたいなのが撮るわけですよ。はいはい、うちを押していこうと、うん、目指せホームラン王って私が言っちゃってるんですけど、これはじゃあどうしたらいいですか。放送で流れちゃってる、目指せうちホームラン王って言っちゃってるんですけど、もうじゃあしょうがないですやっちゃいましょう。じゃあしょうがない、もうそれはもうね言っちゃったからにはね、シーズン残り1ヶ月ぐらいまではホームラン王でいきましょうか。残り最後その現実的に見たときにいけそうなところを狙います。ちょっと首位打者の方がいけんじゃねえかとか、もう打点王の方がいけんじゃねえかみたいなことになってると、そっちに多分シフトチェンジすると思いますけど、もう一つ言ってるのは、はい、目指せ8年連続3割、これはもう絶対自分の中であるでしょ。あ、まあありますね。
3割目標ではないので、まあ何とも言いようがないですけど、でも終わった時に3割ないといけないと思います。だから10割を目標にして終わった時3割ないと、今までやってきたことっていうのは何だったのかっていうことにもなるでしょうし、逆にその今年やった数字っていうのが過去7年やってきたものの価値も高めてくれるような気がするので、今までやった記録っていうのをもう一回こう輝かせるためにも今年はやらないといけないなっていうふうには思ってますけどね。それはもう日本一も同じだと思います。昨年日本一になったから今年もう一回やることによって去年の日本一が輝くと思ってますので、だから本当にチームにとっても僕個人的にもすごく大事な1年かなっていうふうには思ってますけど、ね、今年 RKB ラジオのインサイトでは、ウッチーを推しメンとして、応援していこうというふうに思ってるんですけど、ウッチーの方も、インサイトファミリーとして、はい、いろいろとちょっと番組に今後、まあ、インタビューと含めてご協力していただければと思ってるんですけど、その辺は大丈夫でしょうか。いや僕はいつもウェルカムですよ。そうですか、はい、もういつも待ってますから僕は基本まだ来ねえな、まだ来ねえなと思っていつも待ってんですよ僕。また髪型とかもいろいろ変わってるかもしれませんしね。どの辺がボーダーラインかなと思ってね、あれちょっと激しくなったねみたいなことになってくるので最後にですね、ちょっと今シーズンの抱負をいただければなと思いますので、はいはい、お願いします。インサイトファミリーの内川誠一です。野球以外のところでもこう、まあ、髪型であったりだとかいろんなところでこう楽しんでもらえるように1年間頑張りたいと思いますしね、ヤフオクドームに足を運んでくれるもよし、ラジオを聞いてもらうもよし、もう本当にこう皆さんがあホークスっていいなと、内川誠一っていいなって思ってもらえるように頑張りますので、今年も1年よろしくお願いします。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。いいなって思いました。なんかプロ野球選手の理想と現実を見せていただきましたねヒットを打つのもうまいですけど、喋りもうまいでしょ、内川選手はね、はい、補足しますと、今の内川選手の髪型は去年というか今年の元日のインサイトのね、特番に出てもらった時には、はい、パーマをかけて長かったんですよ。耳にかかるぐらいの長さにしてたんですけど、そのパーマがかかったまんまかなり短くしてて、パーマがちょっと残ってるような感じのことを、髪型をちょっとおとなしく、おとなしい感じにしましたねって私が聞いたんですけど、まあしかし、安田さん、やっぱり工藤さんの目は少しこう気にしてるところあるみたいですね。そうです ね。まあね。工藤さんもそんなにね、そんなこれがダメだあれがダメだということじゃないんですけどね。あ、そうですか、はい、全体に占めるという意味で言ってるんで、ちなみに大会長は、はい、いいんだオフだからと、オフだからあんなね変な髪型でもいいんだって変だなって思っちゃう変ってことないでしょ、まあ、逆に言うともうやっぱりあれぐらいの選手で実績もあるわけですから、はい、もうあとはご本人に任せてるところもさらありますよね。だと思います。その辺はね、はい、まあ自分が怒られるというより自覚を持って切ったんだと思いますからね、はい、だってそれで野球がどの頃なる選手でもないですもんね。いや、その通りですね、はい、まあ、いずれにしましてもインサイドファミリーとしてのそうですね、ありがたい嬉しい一言でしたそうなんですよ、称号をいただきましたので、今シーズンは、まあ、内川選手をですね追いかけていきたいなと。もちろんプレーもそうですけど、はい、髪型も詳しく見ていきたいなと思っています。内川誠一選手のインタビュー